皆さん、こんにちは、大地です。えー、明日、久しぶりにゴルフに行くことになりまして、で、まあ、ちょっと事前に練習しとこうということでね、あ,あの、近くの練習場に行ってきたんですけど、まあ、うまくいかないね、右に行ったり左に行ったり引っ掛けちゃったりね、して、なかなかまっともに飛ばない。で、コーチングも最初こうだったなと思ってね、あっち行ったりこっち行ったりね、<laughs> 見失っちゃったりね、まあ、いろんなことがあるわけなんだけど、でもね、あの、とりあえず自分で、えー 練そうするとね、あそうか、ここがこうなってるのか、直してみようみたいになることがある。だから、少し冷静になるためにね、こう記録取って俯瞰してみるって素晴らしいよね。でも、自分で気がつかないことあるわけ。だから、早速ね、えー、ゴルフコーチに <laughs> あの動画送りつけて <laughs>、で、アドバイスもらったらね、やっぱりあの見るところが違うよね、プロはね。で、なるほど、そうか、そういうふうに見えるのかとか、そういうとこ見るのかとか、そうやって直していくのかっていうのは。 ズズバズバとこうコメントくれたりするでやっぱりプロに見てもらうってとても大切なことだねしかも自分で説明するんじゃなくてそのまんまを見てもらってでそれにコメントもらうっていうのはね素晴らしいことだなあというのをねあ,のありありと痛感しましたけどあの本当にね、まあ、コーチングだって他のものだってそうですけど自分なりにやっぱりやってみてでやってても分かんないよねだから記録取ってやっぱりそれを俯瞰してみるとか冷静に見てみるってとても大切なことですよね。 でまあ、要はでも、それでもわかんないわけよ。でなので、やっぱりそこはプロの目を借りてね、でしっかり見てもらって、どこをどうチェックしたらいいのかで、どう考えて何をやったらいいのかってね、教えてもらうとやっぱり簡単に変わるところは変わっていくよね。それはやっぱり自分で気が付けるようになるまでは、相当この修行が必要なので、でだからね、 やっぱ見えてるものが違うと思ってでそのまんま見てもらってフィードバックもらうっていうのがいいんじゃないかなというお話です。ぜひ参考にスキル磨いていきましょう。それではまた。